ウニ丼3800円って。いい、おいしそう。ごきげんよう、山口彩希です。今日は、豊富に来てます。豊富の魅力をお届けできたらいいなって思ってます。道の駅みたいなところに来ました。ご飯食べたいと思います。ナスでか、ナスでか、あ、見て、鼻先がね、おるで、ね、ほらタラバガニ、タラバガニ、すごい、これ何、これ何、これ何、タバコに、タバコにしやって、タバコにしてない。特大素材400円やって。あゆもある。あゆも300円やって。見てる、めっちゃめっちゃでかい。すごい巨大や。あ、ザリガニや。めっちゃでかい。めっちゃでかいやん。いや、これこれこれ。待って、でかい。あ、これいいかい。はい。ちょっと撮って。一緒に撮って。一緒に撮って。あゆ来たな。あゆ来たな。お母さんめっちゃなんか野球選手みたい。ノンアルビールで乾杯。はい、お昼からとっても贅沢して本当にありがとうって感じです。美味しい。はい、今からね、大将に握ってもらうんですけど、開かずですね、ここのお店は。やんだ、開かず、可愛いんだから、ということでね、はい、大将の手さばき見てください。もうほんの3秒、いや3秒は言い過ぎました、4秒、いや4秒も言い過ぎました、5秒。見てください、この速さ。1、2、3、4、5、5、7、7、7、1、2、3、4、ファンタスティーっていう感じでやってますよね。マグロが踊ってますもんね、手の上で。はい、びっくりしました。もうこれイカも、ね、見て、これスローモーションにして、誰か、もう私はしません。で、大将と仲良くなってね、喋って、あだこうだ言ってね、もうこれがね、やっぱカウンターのね、素敵なとこですよね。これは本マグロの頭肉です。頭肉、頭の肉あそこに、あの、壁に書いてある。マグロの頭肉、頭肉。動画撮ってんねん。YouTuber が。YouTuber だから。YouTuber ですか？まあ、YouTube を撮ってるんですけど。あ、すごいっすね。はい。いや、そんなすごくないんですけどね。いや、知り合いにもいますけど、YouTube 撮ってる人。はい。なかなかやっぱ、登録者も再生数も伸びない。そう、難しいんですよね。難しいですよね。あ、一応こだわりはあります。どこの醤油使ってる？いや、それ言われへん。地元の醤油蔵、あの、お味噌蔵の醤油なんですけど、そうですね、最初はあの九州の醤油、うん、甘めの醤油使ってたんですけど、うちのシャリがちょっと甘いんですよ。あー、そうなんや。甘い、そう、甘々なんで、ちょっとやっぱりバランス取りたいねってことで、甘いっちゃ甘いんですけど、ちょっと辛みを持たしたサラッとした甘み。はい、客様から見て左上から本マグロの中トロとアオリイカとカンパチ、はい、マダイ、真ん中がマダイと、エビがブラックタイガー、はい、これと、旬のイサキが入ってます。一番下はシマアジと本マグロの頭肉と卵焼きですね。全部サビ抜きで握ってますので、わさびはお好みでつけてお召し上がりください。ジュアーンということと、写しが来ました。お母さん写ってんで写ってんで言ってますけれども、見てください、もう卵しか写ってない。分かれへん分かれへん、その角度。はい、いただきます。いや、もうこの時を楽しみにしてました。まずお味噌汁から胃を温めて、あー、美味しい、たまらんですね、めっちゃ美味しいな言って、じゃあどれくらい食べるのって言ってますね。まずはやっぱりトロからね、いただきたいと思います。パコリッチ、もう口に入れた瞬間に分かりますね、美味しいやつ。これは踊りますね、手もめっちゃ美味しいな言ってますね。お母さんはね、これが一番美味しいとか言ってるけど、まだ一口目やからっていうね。いや、もうそれは1やろ。はい、次々と食べていきます。これ何だかな、分からん、忘れた。はい、いただきます。
全部ね、あの山口県の魚はね、これ山口県とか豊富の魚はね、コリコリしてましたね。歯ごたえ抜群、生きてましたもん、もはや口の中で。これイカですね、美味しい。もう白昼出ちゃう、美味しい。でね、ビールも挟んで、まあノンアルなんですけど、お母さんは横でちょっとあのわさび効いてますね。はい、食らってます。あ、ほんまに美味しい。いや、いいですよね、お寿司はこうやってね、ゆっくりこう食べられるっていうのも嬉しい。この手の醤油の持ち方ね、手の指のね、いいな、うん、そこも見ていただけたらなと思います。はい、花も広がります、花かきます。はい、ちょっと今野球のあれでしたね、あの完全にサインでしたね。はい、大将のねお話をね、あの聞きながらというか喋りながらね、こう食べれるっていうのは幸せなもんですわね。炙ってもらったやつです。美味しいの、これがまた炙られるだけで世界変わる。これもなホタテ食べへんのかいっていうね。はい、ホタテちゃうんかい。はい、もう全部がコリコリなのよ、もう歯もう折れちゃうってぐらい、とってもコリコリ。うん、味噌汁挟んでね、口の中でミックスして、これね、なんだっけ、カサゴ、鬼カサゴかな。え、鬼カサゴ食べんのかいって言ってね。そう、まあ、ホタテなんか順番バラバラですけどもね、じゃあ取るなよっていう話なんですけども、なんかもう興奮しすぎてもう迷子ですね。ホタテちゃん炙りいただきます。めっちゃでかいの見て、私顔めっちゃでかいね、なんか口もでかいね、なんかなのにこんなにパンパンね、え、でかすぎ、美味しい。ホタテ食べた言ってますね。これが鬼笠子。ありがとうございます。じゃあそれでイカついから鬼笠子。これが鬼笠子です。美味しすぎるとね、あやきは全ての感情を閉じます。なんかもう無理って言ってますね。それじゃないともうちょっとね、すごいことになっちゃうから、美味しすぎてあーってなっちゃうから、ちょっと抑えてます。感情をコントロールしないといけないんでね。はい、その開け閉めはやっぱりちゃんとやっていかないとね、あーってなっちゃうから、すいません。卵、ね、ここへ来ての卵は美味しいですよね。卵の食べ方、やだやだ、行儀悪い、ほんと。うわ、来ました、ウニです。あーちゃんの大好きなウニです。ありがとうございます、神様。ということで塩でいただきます。手で食べようって言ってますね。やった、ウニ海苔巻かれてない、何裸。いただきます。うん、うわ歯持った、さすが今日それ親子。うわそこ出します。へー、炙ったらあの本当油が乗ったステーキみたいな、はい、本当は捨てる部分なんで、あの100円出した。いや、あ、もうじゃあ、まいやだ、もう大阪人の恥ずかしいとこ全部出てる、恥ずかしい言ってますね。はい、これ大トロです。皆さん見てください、このふにゃふにゃ感、油の固ま、いや、そんな言ったらあかんですね、なんか言い方ちょっと、もう宝石です、油の宝石です。この大トロいくらか分かりますか？めちゃくちゃ安かったんですよ。もうこんなにいい部位なのに、ちょっといくらか忘れちゃったんですけど、そこ覚えとけって感じなんですけど、こうもう考えられへんぐらい美味しかった。もうね、もうたまらなかったです。もうこうオラウタみたいになって、はいタッチって言ってるけども、全然意思通通できてませんでした。ありがとうございます。これもスティックペイ、あ、そうですね、つけた方が美味しい。もうすぐつけていいのか、戻ってこい、来たー、あ、もうそのまま、はい、召し上がります。この端っこ100円だそうです。わお、でも現実的ですよ。そんな感想やね。
ただきます。筋のところ、ポキッチョン。なにこれ、もう天に召されるっていう感じの顔してます。全然硬くない、筋っぽくないな、トロトロやん。見てこの油全部が美味しかったけど、もうお母さんがね、すっごいなんか大阪人丸出ししてんのも恥ずかしくて恥ずかしくて。ごちそうさま。血合いやって、血合い。それは焼くの？いや、もうこのまま。どうだろう。あの、一つにいきましょう。僕、臭いものはうまいと思ってます。あ、いやー。初めて見たな。まあ、普通出さないです。おいしい。おいしい。ダメな、美味しい、美味しかった。いや、そばいどうだろうな、あ、ガスカを向くから、すごく美味しかったです。お寿司の、店長さんも、店長ってか、おにぎり屋、にぎり屋さん、にぎり、なんていうの、店長っていうの、なんていうの、にぎり屋さんなんていうの、大将か、あ、ごめん、寝てた、いびきかいて寝てたわ。今から、なんか、ゴー、なんか、洞窟に行きます。あ、やってないやん。洞窟に行きます。洞窟は初めてかも。雨降ってないやんな。めっちゃカッパおる。このカッパめっちゃかわいい。あ、これアイキみたい。冠つけてるし。達成。これしも欲しいな。帰る、おるめっちゃ見て、水弾いてんのかわいくない？この、わかる？水滴。普通言われてな。ドアップやないかい。あ、うわ、白キャラメルのソフトクリームみたいなのあるで。聞いてます？うわ、美味しそう。ソフトクリーム食べようよ。レッツラゴーゴーゴー。はぁ、閉まってたか。こんなんテンション上がる。あとで絶対ソフトクリーム食べよう。水が、きれい水におるんじゃん。カニ、カニ、そう、カニ、カニおった魚。そう、でっかいの、すごいんだが。魚を探したいと思います。はて、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 あー、取れてないんかい。めっちゃ綺麗。みたいな感じ。ここ歌うやつあんまおらんの。すごい綺麗ですけど、ここに来てよかった。前ここ来てなかったけど。うわ、山村さんも連れてきたいな。晴れてたら綺麗だろうね。ねえ、Go, let's go, let's go, go. 皆さん、滝が見えます。わお。わお。ほんまや、あれやな、雰囲気が違う。カニやな、サワガニやな。え、もうなんで？サワになってる。わあ、綺麗、めっちゃ綺麗だが。青色。こんなさ、雨降ってんのにこんなに綺麗ってありえる？
しい洞窟じゃないんかい。素晴らしい世界のしぶきしぶき香りの世界に回ってる。の顔映ってる。あ、可愛く映ってるわ。あ、な、すぐに YouTube を誰に見せる。お母さん笑ったか。人のことをあんまりこうバカにしちゃいけない。わかった。一生懸命なんか楽しんでる。お母さんこれ何？うわ、持ってかいだ。でかい。これ塩持ってきた。塩持ってきてるか。絶対持ってきて。持ってきて。早き2号やん。1号か。あやき1号。じゃあ、あやきじゃないの。お母さん1号で、あやか2号か。なかなかさ、洞窟に行くってあんまないやん。だからなんかすっごいなんか、あれやわ、神秘的や。ちょっとさ、ごめんな。なんか映りが悪かって見えないと思う。うん。その辺も全部わかってんねんけど、なんか撮りたい。なぜなら見せたいから。共有したようなこういうのさ、やっぱ 人おるやん。新人 YouTuber はやっぱり恥ずかしい。あんま見られたらさ、あの人なんか YouTuber じゃんみたいな思われるの嫌やねんけど。わーお、ファンタスティックベイビーカモンヒア、あやき山口セレクトポジション。これ自然にできてるってこと？はぁ、あ、猿かな。え、あれ猿やろ。ちゃうの。それそう、無意思やん。人間でした。愛しでした。多分これがこう水滴がポン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 って落ちて穴開いてんやろうな。オブルルジの姿こそ君を向けつゆぎなき割り込む心になれ。すごいね。めっちゃでかい。にょっきり。わあ。高。は。響く。うわ。すごい層になってる。あー、へっは、マイクテスト、へっは。洞窟が永遠に続いてたからちょっとこれは難しいかなと思ってね。もうずっともうほんま永遠果てなく続くストーリーって感じやった。ほんまに果てなく続くストーリー。はい。私は森の妖精。そう。This is a pen. ペンじゃねえ、あやきです。こういうやはり綺麗な川、マイナスリボン、マイナスリボンではないですよ、マイナスイオンに触れること、
ていうのはすごいね、 今のやっぱりあの現代にいているとね、なかなか感じれないっていうことはあるんじゃないかなって思うので、やっぱりこういう、自ら森に突っ込んでいく、そういう思いで皆さんもぜひぜひ住吉台、違う、秋吉道ですね、今回行ったのは秋吉道、行ってみてください。雲や雲雲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 どこやね、ああかん、わからん。平和への飽くなき思い、空と海を越えて、うの花の匂いをかき目に、おととぎつはやむきなくて。晴れてきてる、晴れてきてるよ。あ、トンボ、ゲジゲジとトンボや、別居夫婦やん、別居夫婦じゃなくて、何、仮面夫婦やん、これ、カゲロウの、さ、見て、かわいい、ケツクロイしてる、あ、飛んだ、わこんなかわいい、こんな近くで逃げへんねんな、はい、いいよ、いいよ、やっていいよ。ここに止まったらどうよ。止まれ、止まれ、あー、バイバイ。さようなら。さようなら。めっちゃ可愛いやん。魚ちゃんいます。わかるかな、ここ。カッパの横。メダカ。あゆかメダカ？なんで？あの魚何って聞いて。なんで？あの魚何って聞いて。あの魚何？どうして？安くなるよ。誰が歌ってる？あ、言うの。わかりづらいボケですね。え、どうしようかな。これも可愛いな。このカッパ。これ400円か。カッパ。あ、豚もあるで、豚。これも可愛いな。うわー、悩む。どう思う？みんな。豚も可愛いけどな。やっぱりカッパやな。カッパやな。すいません、すいません、はい、すいません、これもらえますか、はい、すいません、どうも、練習中ですか、いえいえ、すいません、すいません、すいません、はい、お願いします。テントウムシもある、かわいい、よーじゃーん、温泉入ります、満喫しちゃって、温泉気持ちよかったもん。風呂上がりにソフトクリーム食べてきました。ソフトクリーム食べます、アイス食べます。みんな黙り出しました。もうミルク。美味しい、めっちゃ美味しい。さすがケーキ屋さんやな。Thank you.
2軒目ですみたいな感じだね。食べたいのと食べれません。Thank you.